ディルク一世は、ホラントの伯爵で、896年頃から928年、内百939年頃までその地位にあったと考えられている。ただし、生没年、在位期間とも諸説がある。ディルク一世の称号は、実際には、フリースラント伯爵であった。彼は、フリースラント伯爵であったえ、ルルフ二世の息子と考えられているが、 ルルフは885年にバイキングの君主で海の王と称されていた古ドフリードを現在のスパイクに近いヘルスピックで暗殺した伯爵たちの一人であった。ディルク一世の生涯についてはほとんど何も分かっていない上、現代の説では彼には同盟の息子ディルクがいたとも考えられており、伝統的に考えられてきたように息子と推測される。ディルク二世が後を継いだのではなく、 まず同盟の息子が後をついたのではないかとも推測されている。922年、ディルクは西フランク王国の単純王シャルル3世から現代のオランダ北ブラバント州南端のブラーデルにあたるブラーデラにエグモントと呼ばれる土地を与えられた。その後、ディルクはこの土地に女子修道院を建設し修道女たちに家計の安寧を祈らせた。これが 往年のエグモント修道院の起源となった。ディルク2世の統治下では、木造だった女子修道院が、石像に建て替えられ、聖アダルベルトの遺物が収められた。当時、アダルベルトは広く知られた存在ではなかったが、その時点より200年ほど前に一帯における、キリスト教の布教に尽くしたと伝えられていた。修道院の施設は、後には修道女たちに代わって、ヘントから移ってきた。 ベネディクト会の修道士たちによって使用された。白ギル力や、その子孫たちの多くは、この修道院の教会に埋葬された。ありがとうございます。